100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナ区に暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す、その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。